似て中の天真爛漫娘です。はい、今日も始まりました、似て中の天真爛漫娘。はい、はい、まあ今日は何ですか、今日は2人だけの放送ということで、ね、はい、まあ、今回ね、一つね、先に言っときます、別に、はい、ブッキング間違えたわけじゃないよ。そうだよ、うん、別にそんなわけないじゃない。今日はですね、ね、我々ね、10月9日に吉祥寺天心爛さんで、はい、ワンマンライブをやらせていただくんですけどね、まあ、それ の, 告知ライブということで。そうですね、告知スペシャル二点一流、ワンマンもうすぐだぞスペシャルということでね、はい、やっていこうと思っておりますけど。そうなの。はい、そうです。そうなの、うん、別にゲストさんが呼べなかったわけじゃないぞ、うん、スペシャルです。ああ、はい、確か前回もやったような気がするけどね、総集編と言ってたあれは総集編スペシャル。うん、そう、なるほど。別に、うん、ゲストさん呼べなかったぞスペシャルじゃないです、うん、はい、というわけでね、今日はどんな放送になるのか、はい、しかとその目で確認してみてください、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでね、はい、皆さん見てくれた方も多いと思うんですけど、はい、YouTube で、はい、サバゲー 2.1 ルシェリー初めてサバゲーやるって読みましたか皆さん。前回ね、前々回か、あ、前回の帰りね、はい、ね、シナマ娘の帰りに、はい、YouTube でね、この前バッティング2回やってからの、シェリー初めてサバゲーをやるってよ編を YouTube にアップしたんですけど、皆さん見てくれましたか ね、はい、結構ね、面白かったけどね。面白かったです ね、ダースビーダー今日みたいな感じで、ね、もう顔を覆い隠して ね、あのメイクのまま行ったけど、全然メイク見えないのに ね、最後ね、負けたくせになんかね、いやでも初めてやったのに9ヒットぐらいしましたからね、レナスさん、レナスさん9回ぐらい殺しましたからね、16回ぐらいやってわらわは、16回殺されましたはい、まあね、次はこうはいかないぞということでね、サバゲーも天真爛漫娘も負けてられないんで、はい、まだまだ続きます、まだまだ続きますってあれだけどね、オープニングです。はい、はい、というわけで ね、2点中天真爛漫娘、はい、まずねコメント機能があるのを皆さんご存知でしょうか、はい、その放送を見てくださってる方にはコメントをするっていうところは見えてると思うんです。そこポチって押していただいて、はい、名前を入力していただいて、でコメントを入力してもらうとこちらの、はい、iPad で反映されますので、はい、もしかしたら皆さんのねつぶやきがコメントがね読み上げられるかもしれないので、はい、じゃんじゃんコメントよろしくお願いいたします。ただね一つ問題がございましてね、私、はい、今日ね目見えてませんおい、さっきねこうね眼鏡つけてたじゃないですか。そうですね、これね最近ちょっとねワンデーのねコンタクトがね、うん、つきましていや買っときましょうよそこは。言ってる暇ねえんだもん、マジで言ってる暇なくて、でしょうがなくてこんな感じであれね萌え系メガネをつけてやってますね、はい、
はい、どこら辺が燃えるかわからない、はい、まあ今後気をつけましょうということでね、はい、だから前回も俺は、はい、俺はねメガネだったんですね。そうですね、はい、それから1週間何にもしてなかったってことです、ね、最近ちょっとね指摘もありましたけどね赤髪じゃねえじゃんって言ってそうですね、それもね最近ちょっと黒くなってきてるね。うん、ね、あんだけ赤髪にこだわりを持っていた男が ねえ、なんでだろうね、何がどうなったんだろうね、何がどうなったんでしょう ねもうしっかりしてください本当に、ね、最近ねやる気ないから俺お願いしますよ、もうすぐワンマンなんですよ、はい、皆さんね、というわけで ね、はい、このワンマンに向けてのね、二天神は何をしてるんだ今、はい、っていうことを ね話していこうと思いますけども、はい、まあまずですね、まあ、最初も最後もですね告知告知告知していきたいと思いますので、はい、今日告知スペシャルですからね、そうです、はい、で 2.1 流はですね、はい、このようにダダーンじゃじゃーんじゃーん、手書き手書きです、見事なぐらい手書きです、はい、10月9日、吉祥寺クレッシェンドさんでワンマンライブやります。イエーイ、これのねチケットですね、特典はですねチケット購入者のみでですね、はい、とってもキュートなフォトグラファーのあきくんがね撮影してくれたライブレア写真をね、はい、メンバー各メンバー、1枚だけ、選んでねプレゼントします、はい、もうね何人かもらってくれてる皆さんも ね、うん、ねいましていましてね、はい、相変わらずね姫あなたのばっかり売れるからね、うん、そうですね、やっぱ仕方ないですね、歌姫ですもん ね、まあ、ねはい、ね、まあそれもこれもねあなたの横にいるね一生懸命やってくれるリーダーがいるからこうなるんですね、そのおかげです ね、でも今のところ、うん、レナスさんのだけです、何が出てないのは。そうだよ、一応アマさんエビさんも構わねえよ別に俺は構わないなので別によかったらその貴重な一枚にレナスさんを選んでみてはいかがですか、皆さんよろしくお願いします。それとですね、はい、急遽ですね、これ相変わらず突発的な、はい、はい、これはですね、2.1 初の試みです。はい、じゃじゃーん、初 PV、イエーイ、はい、相変わらず手書きです。はい、相変わらず手書きです。これもうちょっとさ、カラフルにするって話じゃなかったっけ。まあね、シンプルイズベストですよ。文字下書きの跡も残ってるし、文字感がすっげーなんか変じゃね。まあ確かに我がこれ下書き書いたけど、まさかここまでこうされるとは思ってなかったっていうね下書きに正確に、うん、忠実に来たか忠実に、うん、あなた普段言うこと聞かないくせにねこんな感じ、はい、はい、初 PV でですね、この PV ですね、まあ、スペシャルサンクスでですね、とりあえずまだね、まあ作ってないけどね、あれですよ、スペシャルゲストがこの中にもいます、はいはい、ワンマンライブにもスペシャルゲストもいますし、初 PV にもスペシャルゲストがいます、はい、ね、どんなゲストかというか、PV の方ね、スペシャルゲストはガングロギャルがね集まるんじゃねえかっていう、うん、どういうことだっていう、 PV にガングロギャルを集める 2.1 ルバーバンドだろう、うん、とりあえずねこんな感じですよ。ワバンドとガングロギャル、どう化学反応を起こすかです。ケミストリーを行わなくてただの実験失敗になるんだよね。これヘッポコ実験だからね、ある意味ね。ヘッポコ実験のためにこれ PV 作っていろんなことするわけですよ。ちょっと勘弁してくださいよ。ちゃんと、ね、初 PV なんですからね。初 PV だからね。ちょっと初 PV で変な実験しないでくださいよ本当に。俺これそういうの大好きだからね。はい。実験ヘッポコ実験大好きなんで。やってみなくちゃわからねえっていうね。ね、まあね、あれ冒険野郎だからね。まあ実験結果はその目で確かめてください、はい、皆さん。9月の後半にね公開される予定ですので。そうです、はい。はい。頑張りましょうね。頑張ります。はいね。そう、何もしないわけじゃないんですよ、うん、2.1 流。ね、ちょっとライブをお休みしてふてくらされてたとか言わない、この PV のためにね、ふてくされてしまったライブで何回でも言うか貴様は。だってさ、ほんとしょうがねえじゃんこれもさねえ、違いますか、出る宴がさ出れなくなっちゃったってさ、でふてくされて、いいんです、ふてくされてたの。違いますよ皆さん、あくまでPV のために、まあ宴をお休みさせていただいて、それの成果をこの10月9日のワンマンでドカンと見せてやろうかと思っております、はい、ね、新曲もねかなりねいい感じのものができてるんでね、はい、とりあえずな、横にいるお姫様はね太鼓判を押してもらえるんですけど、それほどね太鼓判を押してもらう
もらえばもらうほどどんどんあれがね不安になってくるちょっと意味がわからないな、ね、この曲いいですよねって言ったら、えそれは微妙っていうことなの、え何いいって言ってるじゃん、あなたのねそあ、うん、いいんじゃないですかみたいな反応はね、あの一番ねこれね無言のね拒否がね始まったので、普通にいい曲だ、だ微妙な曲だったらえこの曲ないんじゃないですかって言いますよ、いやいやいや、あなた自分いいんじゃないですかこの曲、なんか豪華ですよねとか言ってるのに、え、そう何それ微妙、え微妙なのこの曲みたいな感じになられるから、いっそのことこの曲クソですよねって言った方が、あこの曲当たりだって思われるのかな、うん多分へこんで多分終わると思うどっちみちじゃないですか、うん、どっちみち多分へこむんだよ我々はね、ちょっとわらわはどうすればいいのか、まあ、とにかくねあのわらわが太鼓判を押すぐらいですから、本当にあの今までにない曲、もう最近はなんか結構今までにの 2.1 になかった曲をどんどん作れてると思っておりますので、うん、はい、それも楽しみにしてもらえたらなって思いますね、はい、これを言っていいんですかね、あのテーマなんていうのは新曲の、ああどうぞどうぞ、別にテーマはですね、うん、阿波踊りでございます、あとね荒馬ね、荒馬ですね、荒馬、うん、ね、アラウマって聞いて皆さんハテナが浮かぶと思うんですけど、アラウマというのはあの馬の形をした、うん、あのやつです、何そのざっくりとした説明もうちょっとした、はい、何なのかをちょっとさ、いわゆるあの、まあ、我が調べたのはあの開拓なんつうの民謡みたいな感じのお祭りですよね、そうですね、あのラセララセラっていうそういうあの掛け声と、あれをね 2.1 がやったらどうなるかっていうのと、うんうん、ね、阿波踊りね、踊るアホが見るアホっ て, ってそう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 、あ踊るアホと見るアホ、あ踊るアホに見るアホ、踊るアホが見るアホってそのままそれ踊るアホどっちなんだろうね、まあね、そういう感じのノリをね、あの阿波踊りを 2.1 がやったらこうなったっていう、はい、そうですね、あの今までにないかっこいい阿波踊りを見せられると思っております、ね、そこかっこいいね、はい、確かにかっこいいんだけど、それ言われるは言われるほど俺がどん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 、ね、不安になる、これあのねこれ一つ言っとくよ、あのね、うちのね、うちのね、これ身内の話ですよ、はい、うちのね、あの父親のね、父上の大丈夫って言葉ほど不安になるものはねえ、この現象なんか起きてんだよあ大丈夫大丈夫っつってですか、あこれ絶対ダメだよこれないわっつって、うん、その父親とのエピソードは知らんかったからな、うん、わらわは、うん、ねえ、まあそんな感じでね、2.1 ではね、とりあえず活動はしてます、はい、はい、あの安心してください、サボってるわけじゃないんですね、ふてくされてただけなんですね、ふてくされてもふてくされてもないわちゃんとふんいいもんねみたいな感じでさちゃんと活動してますから、してますよね、でそれでワンマンの時にババーンとね、はい、やれればな、はい、バシッとね、かっこよく決めたいと思っております、はい、どんな感じ、往復ビンタ、往復ビンタは拳、誰に往復ビンタするつもりですか、そうあなた俺にしようとしてね、あなたいつもいつもさそうやってさ何何かさ、いやご希望ならご希望ならやりますよ、そんなド M 系はないから俺うん、ド M 系ないから残念ですけどね、まあそんな感じでね、何があるかわからないワンマンですけど、はい、そあここ何そのびっくり箱みたいなワンマンまあ初ですから、初ですからね、はい、ね本当に、
はい、ということでね、あのワンマンもうすぐだぞスペシャル、ね、後半はね、はい、あの二点一流は、歌って笑えるヘビーメタバンドということでね、今回こういう企画をご用意しました、ね、はい、はい、だだーん、二点一流のこんなワンマンは嫌だ、はい、はい、ね、はい、ね、まあサクサクっといっちゃいましょうね、多分時間どうせ押しちゃうと思う我々はね、はい、まあ、はい、まず第一弾、はい、はい、あ、スタッフ全員親戚って手書き感満帆あれだよね相変わらずね、まあまあまあ、まあまあ、いいじゃないですか、うん、あ、まあこれはね、あの今日ライブの最後とかでね、うん、今日ここでこの会場で照明をやってくれたおじいちゃん、おじいちゃん、そして音響をやってくれたおばあちゃん、お兄ちゃん、あ、おばあちゃん、おばあちゃん、わーみたいなドリンクスタッフ、おじさん、おばさん、そうね、なんかやたらとね、ね、バスへのね、なんかバー集がするなんかこう ね、まあアットホームでいいんじゃないかなって、まあ言い方言えばね、いいこと言えばそうなんだけどね、はい、悪く見ればね、どうなんだろうっていうワンマンになるよね、きっとね。そうですね。はい、で次いきます、はい、よくあるパターンですね、リハーサル全力を出し切ってしまうっていう、ね、これね、NDH しょっちゅうやるんだよね、あのリハーサルで全力出し切って、あの我がね、あのほとんどねあの本番ね、あの歌いきれないっていうね、ちょっと勘弁してくださいよ、レノさん、よくやる、ね、リハーサル全力出し切ってしまうね、これ結構あると思いますねあるあるになっちゃいますね、あるあるですよね、まさかの結構こんなワンマンは嫌だじゃなくて、こんなステージは嫌だみたいな感じだよね。じゃあ次行きます、はい、 MC が全て説教、はい、これも嫌ですね、これ嫌だね、せっかく来てくれた人に、あのだからあの中学校の月曜の集会、全校集会、うん、絶対倒れるやつが出てくるっていうやたら校長先生の話が長いっていうさあれ何なんだろうね、なんであれ小学校の時はそこそこ短かったのにね、中学校入った時はあっという間に長くなったよね、うんうんうん、あでもあなたと世代違うからね、そうですね、まあ校長の話が長いのはどの世代でも一緒ですよ、きっと、うん、はい、で次はですね、あのサイリウムではなくて蛍光灯みたいな、はい、これみんな持ってこうやってね、そうか、いやもう振り回しでさ蛍光灯持ってた時点であれもうライトサーベルだからね、うん、まあ流血沙汰でございます、うん、ある意味ね、ベイダー教とね、みんながルークとベイダー教になってみんながダークサイドに落ちちゃったそうですね、ガッチャンガッチャン言ってんだろうね、きっとね、パリ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 、ね、損失がね、はい、はいはい、ボーカルが1曲に5回のペースでダイブしてくるっていう、はい、これもね、あのダイブって一番盛り上がりますけどね、うん、盛り上がんないけどさ、これ多分さほとんど歌ってないでしょ、そうですね、歌わないでいけん、のっけからダイブダイブダイブってさもう客絶対嫌がるよね、ファンの方ね、ただの運動会です ね、もう運動会ね、でしかもこれ結構飲み会で言うと一番嫌われるタイプのあれですね空回りしちゃってるっていうかさそうですね、うん、空回りしちゃってさ、多分これも流血沙汰ですね、下手したら ね、はい、次いきます、はい、キックを投げたと思ったらパンの袋を止める、なんだっけあれ、ね、なんだっけ、なんだっけ、調べたんですよちゃんと、バッククロージャー、そう、バッククロージャー、バッククロージャーって言うんですよ皆さん、ピクピクピって投げたらさ、なんかバッククロージャーがね、あみたいなゴミじゃねえか、ゴミじゃん、あこれちょっとやってみようかなと思ってフェイントでさいいですね、あでもワンドなのに三色ですかっていうあダメだダメだダメだ、ダメ、米を投げるとかさ、米を投げるってもう原型がわからなくなって、もうだんだんライスシャワーじゃなくてさライスシャワーじゃないっていう、米を投げてる、あおにぎりやったらおにぎりとかさ、あ熱々ご飯投げてるとかさ炊きたてご飯をさシャワーしてる、もうどんなバンドだよどう和食をすごい押してる感じは出ますね、押してる感は出るけどバチ当たり感が 100% になる、ね、そうですね、食べ物を粗末にするな、ね、するなっていう ね我のテーマですね、食べ物を粗末にしちゃいけないっていうテーマを見事なぐらいのシカトコクっていう、そうですね、ね、これでも あったかいご飯ね、あ、うん、熱々ご飯ね、こう昔我キャバクラで熱々チャーハンをこうキャバ嬢にぶっかけたことあったけど、何ですかそのエピソード出禁になりましたけど、そりゃなるわ、なんだだってさもうね
ちょっとね、ちょっとそのエピソード詳しくなんですけど、癒されたいつもりで行ったはずなのに、なんか説教したくなっちゃって、その説教を聞いたらなんかしらつまんないとか言われたから、じゃあいいよ、なんか食べたいとか、いいよ頼め頼めってさ、頼むだけ頼ましといて、でチャーハンが熱々チャーハンがそのまま手作りあれだったからさ、こんな感じでもうバックスピンでこうかけたよね。あっという間出来になったね。まあなるでしょうね。そこで出来にならなかったらどれだけ寛容な店なんだってなりますけどね。ね、もういけませんけどね、横須賀ですけど。はい。で、まあ、あの、こんなね、ワンマン嫌だ、最後こうですよね。みんなと過ごす時間が終わってしまうこと。そうだ、その通り。いや、もう一番嫌ですね。ねえ、そして一番汚い終わり方したよね、このネタのね。いや、本当ですよ、これは。もうみんなと過ごせる時間がね。終わってしまうことですよ。もう。ねえ。これ、我々ね、今これ自分で見てね、うわ、一番汚い締め方したなって思ってね。そんなことない。そうですよ、ね、これ。いい終わり方ですよ。ね、こうやってね、うん、ワンマンで始まって、そうそうそう、ワンマンでこうやってね始まって、うんね、みんなとすごく時間が終わっちゃうのは嫌だっつって、うんね、じゃあ終わらない歌でも歌いますかっつって永遠とループできるような歌を作っちゃうとかさ、うん、もう逆に早く終わらせたくなりますけどね、それは、うん、多分ね、多分ね、いい加減怒られちゃうからね。そんな感じでね、はい、こんなママは嫌だでした。はい、まあ単純に大喜利ですよね、はい、ちょっと大喜利をあの生放送でやってみたくなったっていう。それ事故が起きたってことですか。どうでしたか、面白いの何個かあったんじゃないですか。ちょっとあの半々ぐらいで あのお互いのアイディアだっただけに、どれか一つは笑ってほしかったですよ。笑わは どれだけだね。そのジャッジがさ、例えばさ、このコメントでさ、なんかピコッと来てくれたらいいんだけどさ、何の反応もねえからさ、今のところさ、どうしたらいいんだろうかっていうね。このね、なんとかね、放送事故的なことは起こさないように、起こさないようにっていうのがね、我々の仕事ですけど、まあそうですね、はい、まあね、でもすでにね、放送事故でさっきから気がついてモニター見てたと思ったのね、うん、俺今日ね、その鉄鋼つけてないの忘れた、つけるの忘れてたと思ってさ、まあそうですね、それ以前にもう、まあ、メガネっていう時点でちょっと問題ではありますけどね。萌えだからいいの、萌えだから、萌えさっきも言ったよね、ツイキャスでね、はい、萌えってあのね、うん、なんか一番あの萌えって感情込めて言ったらいけない人種だと思う。いい、構いません、ね、うん、萌えはね、なんかの命らしい。でも世の中の日本のさ、萌えなんておっさんがみんな、おっさんがみんな作ってるんだからね。そんなことないですよ。本当女子だって萌えの文化を作ってますよ。いや、それは見てでしょ、作る側で。日本の萌えはほぼおっさんが作ってる。そうなっちゃいますよね。もう調べてごらん、ね、それはあの萌えキャラのね、あの作者を見てごらん、みんなおっさんだから、ね、そう、うん、まあ男性になっちゃいますよね。女性があの萌えキャラとか結構作るの結構あれ、うん、難しかったりします。だってそれはあなたの好きな BL 系に走るんでしょ。違う、あのわらはあの誤解されてるけど、あの BL 好きだったのはあの中学時代まで、あのいわゆるあなたはあの不女子の仲間入りでしょ。不女子じゃん、不女子だったのはあの中学時代まで。何回も言うけど、これは、うん、今はあのノーマルカップリングが好きですかって。何を捨てるんですか。生放送何生放送で不女子カミングアウトさせられるんですか。いやいやいや、とりあえずはこの4年間の中で4年目ですよ。4年目でやっとワンマンライブができるんですよ、単独公演でね、はい、マイクね、マイクポンで、ね、はいどうもーって単独ライブができる。そうです ねそれ漫才がない、ね、今のは、ねね、まあいいけどさ、ワンマンスペシャルだから何わらわのなんかよくわかんないカミングアウトを聞かされなきゃならない。いや、ここはある意味公開処刑の場でもあるからさ。常に公開処刑。そんな、まあね、いいんですよ、まあ、それでも好きでみんないてくれるから、うん、もちろんいてくれるよね、わらわが不調子だってね、うん、というわけで最後エンディングでーす。
はい、というわけでね、久々のお二人だけの放送で30分間やってきましたが、何回かも言ったっけ。まあいいんですよ、そんなこと、まあ、いいんです。というわけでね、はい、2.1 ワンマンが近いぞスペシャルやってきたわけですけど、はい、エンディングでね、再度ね、はい、確認を、確認っていうかね、告知をね、はい、またしたいと思いますけど、大事なことだから何回も言うよ。そう、うん、一番大事なことだから、はい、はい、多分これか、はい、多分これかすごい、はい、まあ、はい、まず10月9日金曜日に吉祥寺クレッシェンドでワンマンライブやります。はい、はい、このね、まあ、スペシャルゲストはさっき言ったけど、ゲストさんのこと、ゲストさんのことは言ったけど誰だったとは言ってないです。あ、スペシャルゲストはですね、はい、ゾンビロリータさんが、はい、あのゾンビロリータさんがまたね、派手にやってくれるんでしょうね、きっとね。はい、もうそうですね、オープニングでね、うん、そうゾンドリさんが出ていただけるということで、もう気合がね、さらに入りますよ、ね、はい、はい、でですね、このワンマンはですね、 2.1 である目標を立ててまして、はいはい、最低集客動員が100人というね、はい、はい、最低ですよ。そう、あそこ170ぐらい入るらしいですから、うんうんうん、うん、こんな感じで、はい、一番の目標はもうパンパンのクレッシェンドが見たい、わらわは。じゃあ俺パンパンにご飯食ってくるわ。うん、わ、やった、やった、目標が達成される、やった、グッタンです。来ちゃいけないです。まあね、そ、まあ、まあね、おじさんの言うことはほっといて、パンパンのクレッシェンドが見たいんです、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、はい、ね、はい、でこの、うん、ワンマンをやるにあたってね、さっきも告知しましたが、うん、2.1 初の PV 撮影が ね、今度あるんですけど、はい、はい、あの楽曲言っちゃいますとね、あのいつもあの上げ曲の A じゃないかを、はい、はい、V にしたいと思います。本当はね、昔からね、五右衛門やろうかやろうかって、桜咲くをやるかやろうかって言ってたんですけどね、そうそうそう、なかなかね、はい、ね、うん、経費の問題と諸般の事情によるという。そういう夢のない話しないの、テレビ、テレビ、現実、夢のある話しないと思った。ほら、現実をさ、こう直視してさ、見てる方々にさ、いろんなことをさ、ま、言っていかないとさ、まあ、それ我々伝える側の人間だからさ、全てを夢を与えるお仕事だから頑張ってんだよっていうさ。はい、というわけでね、ワンマンも BV もよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。